はじめまして、マルミアンです。私はグラフィックデザイナーをしています。今回フォトリア10コレクションでどのように作品を作ったか皆さんにお見せします。よく使うツールは Adobe の Photoshop と Wacom のペンタブレットです。今回は音をメインに作品を作りました。フォトリアの写真素材がとても力強くインパクトのあるものが多かったので、その素材の持つパワーがより際立つように考えて音のイメージを表現してみました。このテーマを選んだのは、音楽は好きなので音を感じるビジュアルが個人的に好きだというのもあるのですが、今回はフォトリアの写真素材を見て使いたいモチーフを選んで自然と決まっていった感じです。アートディレクションがあるのとないのではそれぞれの良さがあり、どちらも同じくらい好きです。前者はその縛りの中でいかに自分の表現ができるかを試せるし、その縛りによって新たな発見につながります。後者はより新たな表現に自由に挑戦できるので、また違った表現に出会えるところが面白いところです。今回の作品ではそれぞれのレイヤーに影を加え、より作品に深みとレイヤーの色を調整することで全体が馴染むようにしています。素材によってレイヤーの深さが違うので、配置する際に一つ一つ調整して配置しています。盆栽の写真素材と他のモチーフを組み合わせるときに、ペンタブレットの筆圧を調整しながらうまくなじむようにしています。また稲妻のような光のモチーフはブラシツールでラインを制作した後、レイヤースタイルの光彩を適用して光らせています。画面全体にアクセントとしてこの光のモチーフは散りばめるように配置しました。素材はすべて彩度を落とし、部分的に赤の差し色を入れて黒と赤系で全体をまとめています。盆栽の素材と流木の素材を組み合わせてメインの盆栽を作り、その中にアンプやスピーカーを多く取り入れました。配線コードの素材もその機材に合わせて配置しています。人の素材も加え、そこから音が生まれているイメージで作りました。また動物や昆虫の素材も多く使用しています。フォトリアの写真素材の中からかっこいいドアノックハンドルの素材を見つけたので、この素材をメインの盆栽に加えることにしました。両側にも小さな盆栽を配置したので、今度は別の種類のドアノックハンドルをフォトリアから探して配置しています。この素材は背景をマスクして新規のレイヤーを加え、目の部分にブラシツールで色をつけ、レイヤースタイルの光彩で光らせました。金属の質感をより強く出したかったので、アンシャープマスクをかけ、トーンカーブ、色相サイドでコントラストと色の調整を行い、ドロップシャドウを加えて背景のレイヤーを馴染むようにしました。イメージとしては真ん中は本体の部分で、両側にスピーカーがある昔の Mac のイメージで作ってみました。スピーカーの形も似たものをフォトリアの素材から探しました。さらにそのスピーカーと同じ種類のものを探して、形を変形し加工して海から生えているような感じにしてみました。直感で作業を行うため、普段あまりマスク機能を使用しないので、不要な部分はどんどん削って組み合わせていくのですが、今回は写真の素材が綺麗だったので、マスクの機能を使用していろいろ調整できるようにしました。その他は普段よく使うやり方で素材を組み合わせながら作っています。見てくれてありがとうございます。この PSD ファイルはフォトリア10コレクションのサイトでダウンロードすることができます。